皆さんこんにちは、宅建士無料合格講座、今回からですね民法の方に、お話をさせていただきたいと思います。で、民法なんですけども、まずですね、まあ、相続という形で民法の、大まかな、ね、まあ、内容と、あとは試験対策のお話なんかを、ね、少しさせていただければと思います。で、あとですね、後半のところで、まあ、民法に入る前にですね、基本的な用語のご紹介をさせていただいて、まあ、今回の講義は、一旦終了とさせていただきたいと思います。はい、ではですね、まあ、民法とはということで、まあ、まずですね、民法なんですけど、正直なところ、まあ、常識問題というよりかは、まあ、国語の、ね、問題に非常に近い部分がありまして、で、まあ、どういうことかっていうと、結局は聞いてることってそんなに難しいことを聞いてるわけじゃないっていうケースが結構多いんですよ。まあ、例えばですけど、こう A さんが B さんに詐欺をしましたと。で、まあ、B さんはじゃあそれに対してどんな権利を主張できますかっていう風なね、まあ、ざっくり言っちゃうとこんな内容のことをすごく難しく書いてるんですよ。で、なのでそれを読み取れるか読み取れないかっていうところが一番大きなところなので、逆にそれが読み取れるようになってしまえれば、あとはじゃあ結局どんな権利が主張できるかどうかっていうことさえ覚えていればもう解けちゃうんですね。で、民法自体はすごくね、点数を取るのが難しい分野でもあるんですよ。っていうのも、例えばなんですけど、まあ、近年のね問い一番で出てくる、まあ、条文の問題っていうのがあるんですけど、まあ、これに関してはね、僕は正直捨ててもらっていいと思ってます。っていうのも、まずそもそも試験対策ができないんですよ。非常に範囲が、まあ、広くてですね、で、結局その条文の中からどれが正しいか間違ってるかっていうところなんで、行政書士であったりとか、あとは司法書士のね勉強してる方からすると、まあそこまで難しくないと思うんですけど、そこにね費やす時間がもしあるんであれば、その分多分宅建業法やってもらった方が点数伸びるので、そこはあまりこう深くね取らなくていいんじゃないかなと思ってます。でですね、これね結構ね、苦手としてる方非常に多いんですけどね、私はね一番得意な分野でした。っていうのもですね、結局は先ほど言ったように、覚えよう覚えようとすると、結局のところ用語がいっぱい出てきて言ってる意味がわからない、だから解けないっていうのが非常に多いんですけど、実際読めるようになってしまえば全然解けるので、僕はその採点の範囲の中では一番ここが、まあ、点が取れる部分でもあったんですね。で、あとですね、まあ、民法はその完全理解しようとすると深みにはまって、また暗記ではね対応できない部分が多いということで、まあ、一応ね法律の登竜門って言われるような、まあ、そういったねこの宅建士試験ってそういった分野にはなってくるんですけど、実際ですね民法って非常に広いわけですよ、範囲自体が。で、まあ、過去のね判例っていう、まあ、裁判長が昔こういう風な判決を下しましたよっていう判例なんていうのもあるんですけど、それだけで言っても1000ぐらいあるんですよ。もういくつも数が数えきれないぐらいあるので、それを全部覚えようとすること自体がまずそもそも無理な話なので、なので民法は過去問のね、解き方としても、僕の場合は多分2週ぐらいしてもうやってなかったですね。で、まあ、それぐらいの勉強量で全然いいと思います、民法に関しては。本当に民法する時間あるんだったら、宅建業法とか法令上の制限やっといてもらった方がいいのはいいと思います。で、ただですね、まあ、民法なんですけど、いくら難しいからって言っても捨てるわけにもいかないんですよ。半分ぐらいは点数取らないといけないんで、なので最低限のところはしっかりと理解をしていくようにねしていっていただきたいと思います。で、ですね、まあ、結局ね、先ほどからずっとお話している通り、まあ、問題を読んで解説を見て、で、まあ、それで結局どういった内容を聞かれているのかということを理解することが非常に大事なんですね。結局頭の中で、まあ、誰と誰がどういった関係でどういった内容の問題なのかっていうのをちゃんと理解しないことには、そもそも何を聞かれているかがわからないんですよ。で、それを整理するために、3人以上の関係者、 A は何々、 B は何々、 C は何々っていう風に出てきた場合は、必ず図式化することを意識してください。で、結局ですね、3人出てくると誰が誰か分からなくなってくるんですよ。例えば売主 A、 買主 B で、買主から、譲り受けた C っ
っていう C が出てきたときに、この B と C が入れ替わるだけで問題の答えも変わってきちゃうんですね。なのでそういった、まあ、ミスを、ね、なくすためにまずは図式化する、っていう風な、ね、癖をつけてください。で、まあ、慣れてくるとね、別に図式化しなくてもある程度理解ができるようになってくるんですけど、はじめはとにかくね、図式化してもらって、で、できたら本試験も図式化してもらった方が、まあ、ミスが防げるっていうところと、あとですね、まあ、図式化していくことによるメリットっていうのが、結局頭の中が非常に整理されていくんですよ。なので、できれば、まあ、図式化をね、するようにしていってください。で、図式化しても全然試験時間余りますんで、ちゃんと勉強してる方だったら。実際僕、全部図式化しましたけど、1時間ぐらい余りましたんでね、まあ、そこまでね、時間にね、余裕がないっていうわけでもないのでね、ちゃんと図式化していくようにしてください。で、あとですね、まあ基本的になんですけど、まあ問題ですね。問題は判例の趣旨によればって聞かれるんですよ。大体がね。判例の趣旨によればどれが正しいですか、誤ってますかっていうふうな聞かれ方するんですけど、結局言い換えると、あなたが裁判官だったらどうしますかっていうふうに聞いてるのと一緒なんですよ。要は、裁判官も人間なわけじゃないですか。で、A さんっていう方と B さんっていう方がいて、で、A さんと B さんが何やら揉めてるようだと。じゃあ、どっちを、まあ、許して、まあ、許してというか、どっちを立ててあげようか、どっちかが折れてもらわないといけないわけなんですよ、結局ね。まあ、その、譲渡する部分はあると思いますけど。で、それが結局は裁判長が判断したことなんですよ。じゃあ、今回は A さんの方が、まあ、守ってあげるべきだから、A さんの主張を立てようと。だから B さん折れてねっていう。で、そういった考え自体は結局裁判官も僕らも一緒なんですよ。結局常識レベルで考えたらどっちの方に非があるのっていうような、そういったね、考え方をね、普段から身につけるようにしておいていただければ非常にね、まあ問題としても解きやすくなると思います。なので、まあ判例のね、趣旨っていうのは結局過去に裁判になって、その裁判の判決が出た内容なので、まあ人間がね、この人がいい、この人が悪いっていうのを決めたね、ことなので、そういったところから、観点から考えていただければ、そこまでね、難しくないんですよ。で、実際ですね、例えば A さんと B さんがいて、A さんが悪いって判断したときに、答えを見て B さんが悪いっていう判決が出れば、それは基本的にもうその、私自身の考えが間違ってるか、もしくは特殊な事例かのどっちかなわけなんですよ。例えば、まあ、法律上こういうふうに定められてるから、いくらパッと見 A さんが悪そうでも実は B さんの方が悪いんだよっていう、そういった知識不足か、単に、自分の見解がおかしいかっていうことですね。なので結局はそういったことを日々練習していくわけなんですね、過去問を見て。で、いくら過去問やっても確かに半分ぐらい、まあ半分、まあ3分の1ぐらいまでですかね、は民法を理解できるようになってくるんですけど、結局本試験行けたら大体ね、見たことないような問題ばっかりなんですよ。何言ってんだこれみたいな。で、まあなのでそういった時に対応できる力っていうのをしっかりつけておいていただきたいと思います。はい、でですね、最後にまあ言葉の意味っていうのをね、ご紹介させていただきたいんですけど、まあ包括ね、承継人っていうのと特定承継人っていうね、まあ2つの、まあ、人物というかね、そういった人のことがあるんですけど、まあ要はね、承継人って言われてるぐらいなので、権利とかをね、引き継いでるわけなんですよ。まあ所有権でも何でもいいんですけど、で、それの、まあ、種類ですね、が、まあ、2人いますよっていうことで、包括承継人っていうのは基本的に相続人のことを指します。まあ要は結局お父さんが亡くなって、でそれを相続によって権利をね、まあ継承した人を、まあ、包括承継人って言ったりします。で、まあ、特定承継人っていうのはね、売買の買い主さんとかね、結局は売買によって取得した人をこういった特定承継人って言ったりします。で、あとですね、まあ、善意と悪意っていう言葉があるんですけど、いいか悪いかっていう意味じゃなくて、事実を知らないか知ってるかっていうだけです。なんで、言葉の用語で、例えば善意の第三者ってなると、その起きた物事に対して知らない第三者ってことなんですよ。で、悪意の第三者って出たら、その事実を知っていることなんですね。例えばですけど、詐欺をされてる契約があったとすると、善意の第三者は結局その詐欺については知らないわけなんですよ。知らない第三者ですよということで、悪意の第三者っていうのはその詐欺の事実を知っている人なんですよ。この人詐欺してこの土地ゲットしたよねっていうのを知ってるか知らないかっていう、その差だけですね。で、無効っていうね、まあ聞いたことあると思うんですけど、無効と取り消しで、無効っていうのは初めから生じていなかったことになるんですよ。契約が無効だってなると、結局もうそもそも初めからなかったよねっていうようなことになります。
で、取り消しになってくると、初めに遡って消滅させるっていう風なことになってくるんですよ。で、この無効と取り消しもね、イメージとしてしっかり持っておいていただけると、まあ結構問題もね、解きやすくなるので、取り消しっていうのは遡る、無効っていうのは初めからなかったようにするっていうね、この2つを、覚えておいてください。ではですね、本日の講義はこれで終了とさせていただきます。ありがとうございました。